起きろ起きろ、うんうん、おはようございます。もう11時だぞ。週末にこれくらいの時間に起きたら早い方ですよ。まあ平日でもそうですけどね、私にとっては。外の様子はまだ騒がしいが、派遣された部隊が対応に当たっているようだ。そうなんですか。財閥コーポレーションの会長が誰でもいいから暴走したホワイトナイトを止めてくれと言っているのだ。隣町の部隊が速やかに配置され、ならず者部隊はあらかた制圧、鎮圧された。んだよね、鎮圧であってるよね、うん、おまけにホワイトナイトがフリーズしたという報告もあるようだ。まるで石化でもしたかのように、神様が都合よく介入してくれたみたいな。ま、この建物の中や外で銃弾が飛び交うような事態にならなくてよかったよ。表にはまだならず者たちがいて、絶対安全とは言えないが、昨夜よりはマシだ。ホワイトナイトを手当たり次第リンチしている文民部隊もいるらしい。つまりホワイトナイトだけじゃなく、一般市民も近づかない方、一般市民にも近づかない方がいいということだ。聖夜は無事かな。ギルは大丈夫でしょうか。あいつなら自分の身は自分で守れる。何をしてるかわからんが、あいつは大丈夫だ。ここにいるよりは安全だろう。だといいですね。今日は店を開きますか。いや、状況が状況だし、せっかくの日曜日だ、休みにするとしよう。お、マジで？わかりました。アパートまで送ってやろうか。そうしてもらえるなら助かります。わかった、店の戸締まりをしたら行こう。途中で昼飯を食うか。え、マジでこの二人の会話ついに聞ける。ちょっと楽しみだったんだよね、ボスの話。あっという間に着いたぞ。ただいま、ありがとうございました。ボス、ちょっと上がっていきません？ん？ビールでも飲んでゆっくりして。送ってくれたお礼です。どの道予定もないしな。よし、そうさせてもらおう。そういえば、いつかアパートに招待してくれと言ってあったな。ええ、言ってました。ビールを飲むとちょっと面倒なことになるかもしれんが、もっとビールを飲みたくなるのか。いや、どちらかが場外乱闘する羽目になる。まあここなら大丈夫だろう。じゃあどうぞ。邪魔するぞ。すいません。いや、私は座んのだ。だが気にせず好きにやってくれ。どうも。めっきり寒くなったな。時々すごく寒いですね。こたつとかこたつとヒーターがあれば怖いものなしですけど、ボスは寒いのが苦手みたいですね。まあな。なのにジャケットも着てこなかったんですか。あ、昨日店に出勤するとき着ていかなかったんだ。そんなに寒くなかったし、まさか泊まりになるとは思ってなかったからな。セーターか何か着ます？いや、気にするな。え、着てください。このパーカーなんてどうです？ずっと前に買ったんですけど、私には大きすぎて。じゃあどうして買った？ただ同然だったんです。そうか。これは、どこで買ったんだ？さあ、昔フリーマーケットで。どうしてです？いや、私がずっと前に持っていたのとよく似てるんだ。マジで？え、これボスのだった？切ない。そのパーカーはどうしたんです？ずっと着ていたから破れてしまってな。そうですか。よかったら差し上げますよ。どっちみち一回も着てないし。うん、考えておこう。そういえばボスって年はいくつなんです？確かにね、今までなったことないもんね、そういう話題って。永遠の…ダメだこの人、ダメだこの人、これ言っちゃダメだ。はいはい、17たすいくつ？17たす。それを知ったらお前の舌を抜く詐欺だ。ちょっと部屋着に着替えてきます。ごゆっくり。そう、なんか聞いたんです。噂というか、なんかインタビューで答えてたんですけど、スタッフが。デイナのボスのイメージの声優さんは小清水亜美さんらしいです。わかる気がする。あ、かわいい。ほわ、かわいい。めっちゃかわいい、この猫。え、こんなかわいいの？ジル、青い目をした黒い毛玉がこっちを見ているようなのかな。え、ああ、それはフォアです。新顔にはちょっと警戒します。猫は猫ですから。かわいい！めっちゃかわいい！でもすぐに懐きます。しばらくそっとしておいてください。ブルーの目をした黒猫か。変わってるな。普通はグリーンだと思うが。え、変わってますよね。最初は子猫だからかと思ってたんですけど、大きくなっても変わらなかったですね。ボスはペットを飼ってるんですか？実家で、クマ？クマを飼っていた。懐かしいなぁ、クマのボスコ。どんな犬よりも立派に家を守ってくれた。そりゃそうだよね。そうですか。この写真はなかなか珍しいな。え、そんなにバカっぽく写ってます？
いや、こんな風にプリントして額に入れられた写真は今日珍しい。今日日で合ってるのかな。写ってるのは誰だ。それは右側がレノア、私の元カノ。左にいるのがガブリエル、彼女の妹です。ほう、最近の写真か。 3,4 年前に撮ったやつですね。お前は全然変わっていないな。だって私はまだ27ですよ。ことわざで言うじゃないですか、年を取るのは子供だけって。別れた恋人の写真を堂々と飾っておく人間はあまりいないからな。それで最新の写真かと思ったんだ。おまけに写真立てにまで入れて。じゃあ円満に別れられたのか。元カノと言った時ちょっとためらっていたようだったが、お互いにひどいことを言い合ってそれっきりでした。家具とかいろんなものを壊しながら私は彼女の家を飛び出した。だからちゃんと別れてないんです。もしかしたらまだ彼女のことが好きなのか。そういうことか。飛び出して以来一言も口を聞いていなくて。そうなのか。随分お前らしくないな。それにこの写真を見る限り幸せそうだが、なぜこれを飾ってるんだ。アルマに言われたことが頭から離れなくて、人肌が恋しくなってるんじゃないかって。恋人に膝枕してもらったり、香水を取り替えっこしたり、恋人の胸に頭を乗せて髪をすいてもらいながら相手の鼓動を聞いて、恋人が見守ってくれてると安心しながら眠りに落ちる。なんていうか、昔が懐かしくなってそれから惨めに。これはしまっておくか。ずっと謝ろうと思ってるんですけど、もう手遅れかなってきました。出かけるたびにいつも心のどこかで恐れてるんです。もしかしたらバッタリ彼女に会うんじゃないかって。面と向かい合うだけでも怖いのに、もう一度話すことになったりしたら私どうなるか。謝罪に遅すぎるということはないぞジル。そうかもしれませんね。ん？テーブルの上のあれは何だ。何やら手、何でもありません。それをこっちにください。紙のようだが、手紙か、手紙のようだが、わかった。心配するな、何も見ていないよ。じゃあビールにしましょう。よし、そうしよう。お、なんだこの光景は。おいおい、すごい数のビールだな。BTC の割引があるし、アルコール類に使えるポイントカードがあるんです。だからどんな飲み物よりビールが一番安上がりで。バーで飲むのとは違うのか。バーで出してるやつの方が中毒性が高くて美味しくて強いですね。言うなればダブルインディアンペールエールって感じで、缶のはピルスナーって感じです。わかるように言ってくれ。こっちの方が味も色も薄いってことです。うん、あまりそうは感じないが、これ飲んでいいんだな。飲もう。あ、ちゃんと皆さんよく見てください。ジルの手が動いてるんですよ、ちゃんと。かわいい、これ。バーで使っている原料の名前は何て言ってるのか。これと、これも同じものを使っているのか。ニュートリオジェニックディコメトリカルリドジェノルでいいのか。うん、略 NDL だからそうだな。ニュートリオジェニックディコメトリカルリドジェノルですね。確かサプリメントが何かだったような。メイデンキッスのせいで上水道が汚染された時、水の代替として開発された実験液です。飲む。結局汚染の影響が一時的なものだと判明したので大量生産はされませんでした。なのに BTC はまだバーでこれを使うようにと指示している。この缶ビールもそれが原料なのか。飲みます。どれどれ、そうですね、そう書いてあります。 NDL およびコーンスターチ。コーンスターチ？確か安定剤の役割をするので飲料製品には欠かせないんです。なるほど。一つ気づいたことがある。何です？お前はオタクなんだな、ジル。バレましたか。ビール以外のものが良ければ私が集めてるお酒もありますよ。あそこに並んでるボトルがそうか。高級な冷蔵庫とかを買う余裕がないので、ああやって出しっぱなしにするんです。お酒の専門家がうちに来たらアルコールに対する不敬罪で刺されちゃうかも。でもほとんどはまだ飲めますよ。バーに持って行ったアブさんも出せますけど。残念ながら私はオスカーワイルド型というよりテディ・ルーズベルト型なんでな。
テディベアならクローゼットに入ってますけど飲めませんよ。いや、そういう意味では。で、ぬいぐるみがあるのか。別に恥ずかしくてしまってるわけじゃありませんけど、猫がいますので。開けた。パッキャって言った。いい音だね。中身をぶちまけられないように。そうか。いや、ビールでいい。気遣いは無用だ。そうですか、それなら。ところで、あれだけのコレクションどうやって集めたんだ。そんなに立派なものじゃありませんけど、おじいちゃんから受け継いだんです。遺書にたった一言、コレクションはジルが引き継ぐことって書かれてて、いい話だな。飲む。これまで飲んじゃったやつもありますけど、だから半分はお酒じゃなくて色をつけた水が入ってます。よほど詳しくなければ見分けがつかんな。ちゃんと同じ色になるようにしましたから。つまり、もし味見をしたかったら私に一言言ってからにしてくださいってことです。それはご親切に。それはさておき、部屋に私のポスターが飾ってあるのはどういうわけだ。それもこんなに堂々と貼ってあるのは。これをお前にやったのはジョークのつもりだったんだがな。落ち着かないですか。自分の顔だ。落ち着くも落ち着かない、落ち着かないもないが。しかしなぜこんなことを。壁が殺風景だったんです。他の理由はよくわからない。でも貼ったら楽しいかなと思って。例えるなら、誰かにもらった、誰かからもらったディルドー型のトロフィーを会話のきっかけ作りに飾っておくみたいな。誰も遊びに来ないからあんまり意味はないですけど。そうなのか。誰かと情熱的な夜を過ごしたりは。みかん目飲み干しました。そうですね、1年ぐらいご無沙汰かな。その時いろいろあって詳しくは話したくないんですけど、暴力を振るわれたのか。もしそうなら私が仕返ししてやるぞ。いえ、もっと別のことです。いろいろ事情があってセックスできずに気まずい思いをしたっていう。でもボスが味方をしてくれると知って嬉しいです。それが友達というものだ。待て、私のポスターをディルドー型のトロフィーに例えたということは、私がディルドー顔だといいのか。それが友達。なんで？どういう返し？ねえボス、正直に答えてほしいんですけど、何のことだ？ギルって何なんです？というと、わかるでしょ？何者なのかってことですよ。ああ、その件か。心当たりはいくつかある。ギルが香港の暴動に参加していたことは間違いない。その前は暴動鎮圧部隊にいたが逃亡した。そうなるとあいつが誰なのか思い当たる節はあるのだが、そういう逃亡者は調べた限りでは一人しかいなかった。その男は少なくとも4年間香港から離れていない。しかし同じ頃ギルはイギリスとフランスにいたことが判明している。いつもそんな調子なのだ。ギルの正体を突き止めたと思った瞬間、それと相反する証拠が出てくる。手強い相手だ。そうかも。ギルが無事だといいんですけど。心配なのか。ちょっと、私が感情を持たないロボットか何かだと思ってるんですか。少なくとも表には出さないな。ギルのことはあまり心配してない。やつについては確かなことが3つある。1つ、やつは自分の身は自分で守れる。2つ、やつは信用に値する。今なんかふと聞いたんですけど、ちょっと飲もうと良くないですか。ちょっと黙りますね。わかりました。このゴクっていう喉を通る音入ってるんですよ。すげえな。2つ、やつは信用に値する。3つ目は、ピーマンが大嫌い。ピーマンに触れただけの食べ物すら口にしないほどだ。赤ん坊じゃないんだから。でもアレルギーか何かなら話は別ですけど、そういうのではない。赤ん坊じゃないんだから。ギルとはどこで出会ったんです？ある日バーにやってきたんだ。ギルが？そう、あれはロバートの空中浮遊役事件の直後。浮遊役であってんのかな。あの事件。客入りの少ない一日でな。やつはふらりとバーにやってきた。先を進めたのだが、やつには持ち合わせがなかった。それで見るに見かねてな、ただ当然で酒を出してやった。何杯か飲むと突然泣き出した。ギルが？詳しいことはわからんが、自分のしたことを心から後悔しているようだった。人生をやり直したいと言ってきた。だから私は風呂に入ってきたら仕事を見つけてやろうと言った。なんとしたことか、次の日、奴は生まれ変わった姿で現れたよ。へえ。
奴のことは調べようにも調べがつかない。だから目に見えるものだけを信じることにした。従業員としての態度もな。時々何の連絡なしに雪をくらます以外はこの上なくよく働いてくれている。だから私もそれに報るようにしている。時々奴の尻拭いをしてやることでな。それが文字通りの場合もあるが、随分簡単にギリを信用したんですね。私は自分の身は自分で守れるし、手近に置いておけば常に見張っておけるからな。それにロバートの一件もあって、やけになっている人間を無視することもできなかった。なるほど。お前もバーを盛り上げてくれている。そうですか。ああ、常連を何人も作ってくれた。例えば、あの巨乳ハッカー、名前は何と言ったかな。アルマン？そうだ、アーミテージといったところ、いうところだった。すっごく素敵な女の子ですよ。女の子というほど若くはないと思うが、ボスだって永遠の17歳とか言ってたじゃないですか。何にしろとっても可愛らしいんです。家族の話をするときなんか愛情いっぱいで顔もパーッと輝いて、家族とそんなに仲がいいなんて正直ちょっと羨ましい。お前は家族とうまくいってないのか。そうでもないですけど、でも両親とおばさん以外に近しい親戚もいなくて、アルマにはいい人を見つけてほしいな。心からそう思います。本人が必死に探してるからうまくいってほしいっていうか。そうか、なるほどな。あとはあの生産業ロボット、言い方よ。ドロシーですね。彼女はなかなか興味深いな。これまでたくさんのセックスワーカーを見てきたが実に明るい。仕事が好きというより子供のようにはしゃいでいるだけというか。私もそれはなんとなく思ってましたが、でも変わったリリムもいますからね。そうなのか。リリムは本当に理解不能なロジックで動いています。死への恐怖なんてこれっぽっちも思ってないし、体が破壊されても精神はすでにコレクティブソースにアップロードされている。腕がなくなってもまたつけたり新しいのに交換したりできる。状況によっては痛みさえ全く感じない。恐怖や愛といった人間らしい感情を持ち合わせてないわけじゃないけど、やっぱり人間とは違いますね。文化が違うというか、そんな風に考えたことはなかったな。それは別として、ドロシーは DFC-72 モデルです。確か社交モデルとか言われてて、リリムは自分の目的が満たされると肉体から直接ポジティブな刺激を受けるんです。つまり、意味ある社会的交流や困難な社会的交流をするときに張り切るようにできてるんじゃないかと。面白いな。しかし、リリムという名は決体だな。そうですか？ボットやドールならわかるが、リリムと言われてもロボットっぽさはあまり感じない。ボットやドールというのはリリムからしたら罵倒語ですよ。ボットはバカの意味で使われますし、ドールはまがいものと言ってるようなものです。そうか、教えてくれてありがとう。それはそれとして、なぜリリムと呼ばれているんだ。私の知る限りで、知る限りではリリスと呼ばれる親玉AIから生まれているからだったと思います。ユダヤの伝説ではリリムはリリスから生まれたものとされています。ほう、そんな由来があったか。名前といえば、どうしてお前はフルネームで呼ばれるのを嫌がるんだ。何の話か分かりませんけど、ごまかすのはよせ。お前が配属された時、ジュリアンと呼んだらものすごい形相で睨まれた記憶があるぞ。な、その目つきだ。別に秘密ってわけじゃないんですけど、口にするのはちょっと恥ずかしいっていうか。言ってみろ。モデル戦士ジュリアンって番組見たことあります？通して見てはいないが、妹が熱心に再放送を見て。妹いるんだ。小学生の頃大ファンだったんです。グッズも全部集めてました。ドールにコスチュームにお弁当箱。でも番組自体はボロクソに酷評されてて、何話か見たことあるが面白かったぞ。面白いどころじゃありませんよ。モデルが鎧をまとった魔法の騎士に変身して、欲望と見栄が生んだ悪魔と戦うんです。ジュールズは敵を呼び寄せてしまったことで自分の仕事を憎んでいます。待って、ジュールズってさ、最初の方にギルが呼んでなかったっけ。それでもみんなの手本だろうと戦って、ジュリアンは大人の女性なんですけど、変身すると若返るんです。子供番組としては結構意欲的だったと思います。今の基準で考えてみても。それに敵はなんとボディダメージのビデッキ基準に関する問題そのものなんですよ。それだけでもものすごい挑戦だと思います。おいおい、随分興奮してるじゃないか。
まあそれが問題、まあそれが問題だったんです。当時私はジュールズに夢中で、いつでも、いつも主題歌を口ずさんで彼女みたいな格好してました。前話のセリフも空でいい。すげえな、今でもできそうだな。はぐらかさないでください。小学校の時はまだ良かったんですけど、中学に入ったら、それぐらいの年の子供って本当にバカですからね。私のしてたことをからかわれるようになったんです。ジュールズのせいじゃありませんよ。私が恨んでるのはあのクソガキどもだけで、えらい口悪いな。ずいぶん荒っぽいな。それぐらいの年の女子の心配なんで、太ももがちょっと太いとかそれぐらいですけど、私の悩みは番組の主題歌を歌うのをそのバカどもにからかわれることでした。そんなこんなでジュリアンとかジュールズって呼ばれた無意識のうちに過剰反応するようになってしまったんです。パブロフも鼻が高いでしょうね。これまで一度も話したことがなかった。すごくバカみたいなことだと思ってたからかな。今思えばそれを未だに引きずってるようだな。別に悪いことではないが、気持ちはわかる。だといいんですけど。ボスはどんな子供だったんです？よちよち歩きだった頃はいつも自分より大きな子に立ち向かっていったな。思春期になると、辞書の定義通りの薄らバカになった。16になった頃、自分がいかに愚かだったかに気づき、今日の、今日の私が生まれた。多分今日で合ってるよね、この場合。12から15の間に何があったかは言わぬが花というものだ。そうですか。おじいさんはどんな人だったんだ？ぶっきらぼうで口は悪いんですけど、いい人でした。私のことをすごく可愛がってくれて、父さんを怒鳴りつけたと思ったら飽きよう。次の瞬間には私と遊んでるみたいな。父は働き詰めで、母はいつも留守にしてましたから、子供の頃はずっと祖父が私の面倒を見ていました。どんな最後だったのか聞いても寿命です。父によれば最後の言葉は、科学者のクソったれども喋るマネキンなんぞ作りよって、なのに脳をアップロードすることはまだできんとは。どうしてそんなことを知りたいんです？お前のことに興味があるんだ。もっとよく知りたい。毎日のように顔を突き合わせているのに、お前のことはほとんど何も知らない。それに今気づいてな。そっか。だがさっきの話から察する、おじいさんの性格をお前にも受け継がれたようだな。子供の頃からよくそう言われます。私はボスの交友関係に興味があるんですけど、どんな連中と付き合っているんです？忘れるなよ、お前もその場に含まれているだけだからな。唾を吐けばそのままお前の顔に落ちてくるだけだぞ。まあいい。例えば長年の友人にメガネをかけた赤毛の10マニアがいる。アイリスという名前だ。ヘルメットが抜けなくなってボスが電話。あ、そうか、いたね、アイリスって言ってた気した。そうだ、確か今はパナマで BTC 直営のバーを経営している。マジ？その人もバー？ああ。というか、私が彼女からアイデアをもらったんだ。へえ。彼女の店は、ニルバーナ。そう、これ、ニルバーナっていうのはね、続編なんですよ、実は。バルハラの別の富裕層かの話、グリッチシティの話なんですけど、富裕層で、にあるニルバーナっていうバーが、今度の、作品の主人公で舞台だよっていうのを見て、ここで出てくんのか、ニルバーナ。マジか。わ、すげえ。お前はグリッチシティが危険な街だと思ってるかもしれんが、彼女の店に来る、客を見てもまだそんなことが言えるかな。海賊は怒らせるものではないぞ。 ANN っていうのはアネックス能力、つまり別館っていう意味ですよね。何か他にも商売してるんですか？あそこはもともと彼女が経営するホテルのバーだったんだ。そのバーを別のビルに移し、ホテル内に新しくニルバーナ B をオープンした。ニルバーナ B じゃねえな。どうしてそんなこと？ホテルに来るようなやかましい金持ち旅行者たちから離れたかったと言っていたように思うの。つまりあのバーは彼女にとって女の秘密の洞窟というわけだ。女の秘密の洞窟？なんかエロい。やめろ！やめろ！それ以外で友達となるとそうだな。あとは妹ぐらいだが、それは友達とは言わないか。あ、ネオサンフランシスコで警察にいた時の元相棒がいるぞ。ってことは、ボス警察にいたってこと？レクシーだ。懐かしい。たまには電話しないとな。待って、どこにいたって？私は数々の経験をしているのだよ、ギル。警察に少しいて、それからプロレスラーもやった。
あとは総合格闘技、煙突掃除、木こり、ペットショップ店員、企業マスコットめっちゃ多い。企業なんですって。時々いろんなウェブサイトに私の顔が使われてるぞ。しかしまあお前と義勇、それから妹とアイリスとレクシーを除けば、危険な状況で私に会いたくない人間なら5万といるだろうが。と言っても向こうがこっちに危害を加えようとしているんだがな。お前はどうだ、友達は。知り合いならあちこちにいますけど。実家にいた時も大学に通ってた時もよく遊びに行った。でも出かけること自体は楽しんでただけで、パソコンの充電が、人にはあんまり興味がなかった。ここに越してきてからボスとギル以外で一番親しいのはアルマかな。ああ、それからドロシーぐらいかな。もちろんフォアもいますけど、でもフォアは引きこもりで外に出ようとしないし、そもそも猫だし。猫だって立派な友達だぞ。ねえボス、店が閉鎖された後はどうするんです？わからん。友達が一緒に働かないかと、誘ってくれているので、それに乗るかもしれんし、実家に帰って家の手伝いをするかもしれん。それか、しばらく旅にでも出るか。なるほど。心配するな。お役所は腰が重い。当面の間はそんなことにはならんはずだ。楽しめるうちに店の仕事は楽しんでおけ。そうですね。私がバーで働くことになったら遊びに来てくれます？お前の転属先にと考えているバーだがな、そこの経営者と私の間には一悶着あるんだ。だからいずれにしろ顔を出さねばならない。でもお前がそこにいてくれるなら一つは楽しみができる。そんな相手のところに私を預けるつもりなんですか？バーの経営者としてはとても信用できる男だ。上司としても立派にやっているようだったぞ。ヤスと私が犬猿の仲だとしても、それはお前の件とは関係のないことだ。わかりました。そういうことなら。心配するな。バーのカウンターから切り出した木でお前にブレスレットでも作ってやるから。楽しみにしてます。なあそうだ、バーが閉鎖されたら二人で休暇を取ろう。旅行に行くんだ。そうすれば少しは悩みも晴れるだろう。それもいいかもしれませんね。何？いい話だけど。雪が舞ってるよ。これは押していいのかな？あ、チャプター2、アマルガでいいのかな？チャプター1は終わったんだ。やった。やった、やった。あなたの電気料金は24日に引き落とされます。当日までに口座に、8000ドル？マジか、結構かかんな。この前見かけたダルマが気になっている。ダルマを買えば少しは集中できるようになるだろう。いい一日を。ボスたらパーカーを置いていったのね。というわけで、今回はここまでにしたいと。いや、ちょっと待って。ニュース読むか。いや、でもちょっとやめよう。今回喉使いすぎた。しんどい。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回、まあニュースとかちょっと掲示板とか裏で読むことにします。誰も買うかちょっと考えておきます。値段次第ですね。というわけで、以上、水着クバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あー、疲れた。最後までご視聴いただきありがとうございました。お客様のために関連動画や再生リストをご用意いたしました。興味がおありでしたら心ゆくまでお楽しみください。チャンネル登録、高評価もしていただけると幸いです。またのお越しをお待ちしております。